はい、どうも、佐々木です。ですね、最近、見させてもらってる患者さんとかね、まあ、もうそうなんですけれども、そのご家族さんがね、付き添いで来てるご家族さんがよくね、待合室そこにあるんですけれどもね、座ってね、お待ちいただいてる時間っていうのがあるんですよ。で、その横にはね、退屈しないように本とかがいくつか並べてあるんですけれどもね、結構手に取られるわけです。その中でもね、これよく読んでるなっていうふうにね、ちょっと思った部分がありまして、それがね、まあ、この辺なんですけれども、はい、食に関することですね。こうタイトルもありますね。食事を変えれば認知症は必ず良くなるというふうに、ね、なっております。まあ、それぐらいね、食っていうのはすごい認知症改善においてすごい重要だと、これは間違いないなというふうに思いますね。僕も同感です。はい、食生活っていうのはね、本当にね、すごい重要だって。食べ物とか、その人のね、まあ、水分量とかね、まあ、そういったことがその人の体を作ってるわけじゃないですか。だから食べるものとかでね、聞いてたら、この内臓にね、こう負担かかってんじゃないかなとかいうふうに、まあ、予測も立てられる、まあ、一つのね、大きな指針ではあるのかなというふうに思います。はい、食生活めっちゃ重要です。こんなん言ってますけど、僕もね、昔はすっごいね、食生活ガタガタ、もう悪いを通り越して、もうね、極悪みたいな感じだったわけなんですね。はい、朝とかね、昼とかまあパンを食べ、夜はまあパスタ、麺類を食べ、はい、そんな毎日をね、もう数年とね、繰り返してたみたいなね、時期もありました。はい、まあ、その時ね、それを、その生活をしてた当初っていうのは分からないんですよね。別に自分自身それが普通だと思ってるから。はい、でも食べ物って怖いもんでね、それが蓄積してってね、どん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 体を悪くするわけですよ。でもそれに気づかないと。で、まあ、こういう仕事を、まあ、僕も、しだして数年になるんですけれどもね、その時からまあちょっとずつ食生活を変えていったり、まあ、体をね、大事にするようにこう方向を向けていってね、ちょっとずつこういく方向に向いていってるわけなんですよ。で、そんな状態になってくるとですね、あの時の、やばい食生活の時代はやばかったなと、もう体調不良のいいところみたいな、ね、感じでね、まあ、思えるわけなんですよね。はい、まあ、なので、何が怖いかというとね、まあ、その最中はね、ほんまにわからないので、やっぱ変えていって初めてわかるものなんですよね。でも、かといってすごい効果的で、めちゃめちゃでっかいものなんでね、すごい気をつけてほしい部分ではあるというふうに思います。まあ、こんな話をするとですね、じゃあ分かりました、食生活をね、いい方向に向けましょうというふうにね、まあ、納得していただく方も多いんですけれどもね、これでね、よく言われるのがね、じゃあ何食べたらいいのっていう話ですよね。これをよく聞かれます、ご家族さんとか。何食べたらいいのとかね、何が認知症にとっていいのっていうふうに言われるんですけれどもね、はい。ただ認知症にとっていい食べ物っていうのは、まあ、いくつかあるでしょうね。テレビとかでもね、まあ、出てますけれどもね、まあ、一時期納豆がめちゃめちゃ売れたとか、赤ワインのポリフェノールがとか、なんかね、そんないろいろ言ってましたけれどもね、はい。まあ、そういうのも確かに一ついいのかもしれませんけれども、まあ、あくまでこう食生活のこう原則、はい、食生活を変えていく、まず第一の原則として、これです。あ、すごい字が汚い。はい。まず、減らすことから考えてください。はい、減らすことです。だから要はですね、体にとって、内臓にとって負担になってしまっている食べ物をまずは減らす、なくしていくっていうところから、まず食生活の改善っていうのを考えた方がいいですね。だから僕で言うと、そのパスタとかパンとか食べまくってたわけです。だから小麦はね、こう認知症にとってまあ良くないっていうのは、まあ、僕も他の動画でも言ってますし、まあ、他の方のね、動画でも結構言われるし、まあ、有名な話だと思うんですけれどもね、そういったことを、食生活をしてるんであれば、まずはそれを減らす。はい、そういったところから考えましょう。まあ、パスタ、パン食べまくってる上で、食べまくってる状態で、認知症にとっていい食べ物を摂取したとしても、あんまりね、効果としてはね、まあ、期待が薄いと思います。はい、じゃなくてですね、そうではなくて、まあ、体にとってこう負担にならないものをまず減らした上で、なんかプラスになるもの、はい、まあ、その上でなんかプラスアルファっていうのを、まあ、してあげるんであれば、まあまあいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、それもせんといきなりね、飛び級でプラスのものばっかり食べたとしても、効果としては薄いと思いますんでね、これちょっとね、食生活の改善という意味で、まずこういう順番をまずたどっていくんだというふうに、考えていただければいいんじゃないかなと、はい、思います。はい、なので、まあ、これ見ていただいているあなたはですね、まずじゃあ食生活変えていこうというふうになったとして、じゃあ認知症にとっていい食べ物って何だろうというふうに検索するんじゃなくて、今その人が食べている食生活で、体にとって悪いものはないのか、何だろうかというふうに顔を考え直す、見直すっていうのが先だということで、それを意識していただければというふうに思っております。はい、まあ、今日の内容はこんなもんで、まあ、こういったね、情報を定期的に配信しておりますので、よければね、チャンネル登録、いいねが下の方にボタンあります。ぜひ押してください。今日はこんな感じで、さよなら。